海がよく見えてすごい絶景の道路です。ちょっとこの後松山城の天守閣行く予定だったんですけど、間に合わないってことに気づいたので、まあ、とりあえず松山市まで行ってちょっと別のところを回りたいと思います。伊予郡の、ガソリンスタンドにやってきました。全部でね2,687円分、17.56 リットル入れました。で松山の宿泊所の駐車場来たんですけど、観覧車が見える。何なんだろうあれ。今日の宿泊所はここ愛媛共済会館。これ泊まっていいのみたいな感じの名前ですけど、普通の一般人の私でも予約することができました。あ、すごい、思ったよりも綺麗です。さあどんな部屋でしょうか。テレビありのベッド、浴衣ありで、バスルームあります。お、冷蔵庫ある、よかった。クーラーもついててありがたいです。なんかすごいね、こう珍しいタイプの部屋ですね。結構なんか安眠できそう。お風呂はユニットバスでなかなか綺麗です。窓の外には観覧車が見えます。あれ？あれは高島屋の屋上にあるのかな？はい、チェックイン終了したので、とりあえず今から道後温泉に行きたいと思います。繁華街まで出てきました。この先に行くと伊予鉄の松山市駅があります。こっちの方に、路面電車乗り場があります。あそこが南堀端駅、ちょうど道後温泉行きの列車がやってきましたけど、赤信号で入れない。残念、乗り過ごしちゃいました。やっぱりみかんの色をイメージしてか、オレンジ色の車両になってます、ここが南堀端駅、目の前に松山市駅が見えてます。だから、ね、全部が全部道後温泉に行くわけじゃなくて、こういろいろとね路線が走ってるので、ちょっと注意しないとダメですね。すぐ次の列車が来ましたけど、多分あれは違うところに行くやつです。道後温泉行きはこれ12分間隔で来るみたいですね。今5時27分の列車逃しましたが、次12分後の39分のやつです。大人料金1回170円、どこまで乗っても同じ金額のようです。これも違うところに行く列車です。道後温泉駅やってきました。道後公園、ここは後で行きます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。道後温泉駅に到着。からくり人形終わった。にしてもすごい人。鯛めしの店がたくさんある。喋ったよ。ここのローソン、景観を守るため茶色になってます。あ、これが椿の湯ですね。一回確か入ったことあるんで、ここはちょっと入るのやめときましょう。うわ、すげえ、めっちゃ並んでる。整理券制になってるようですね。密を防ぐためでしょうか。
あ、これがアスカの湯。意外とこっちはスムーズに入れるそうです。うわー、なんか落ち着く。風鈴に囲まれてるぜ。夜にはライトアップされるのかな、ここ。この奥に道後温泉本館があるはず。あ、坊ちゃん団子でも食べていきたいけど、結構人多くて並びそうやな。あ、喉乾いた。ちょっとみかんジュースでも飲もうかな。すごい、みかんの種類もいっぱいある。あ、すごい、みかんのジェラートめっちゃ美味しそう。道後温泉の本館が見えてきた。残念ながら修理中で入れないようです。かなり大規模な修理のようです。ここはね、右に曲がると道後温泉駅に戻りますけれども、これはまっすぐ行くとね、道後公園があります。多分みんなあんまり行かないんじゃないでしょうかね。ちょっとね、その展望台あるんで行ってみたいと思います。ここが道後公園なんですけど、人全然いないな、ここ。じゃあこの奥にある展望台目指して登りたいと思います。こんなとこに湯釜があります。ここをね、右に曲がったところにあるみたいです。ここで折り返して階段を登っていくようです。これなかなか大変ですね。結構階段が続きます。階段が終わって広場のようなところに出てきました。今ここか。展望台ここだからまだもうちょっと歩くみたいや。多分ここを上がったところが展望台ですね。また階段というか坂登らないとダメです。ちょっとそこそこ高いところまで登ってきました。あ、もう展望台すぐそこだ。よし、じゃあ展望台登ります。おお、なかなか見晴らしがいいですよ。多分あそこが道後温泉駅のあたりですかね。多分ね、みんな温泉の方には行くんでしょうけど、多分こっちの展望台の方は多分誰も来ないでしょうね。多分ほとんど人がいないので、密にならず、道後温泉の景色を満喫できます。じゃあちょっと急いで松山城に行こうっと。この広場のところでこう降りていくと道後公園駅に着きます。この公園のこの入り口のすぐ真ん前に、駅があります。戻ってきました。よし、今度は乗り遅れないようにしないと、また乗り遅れたら12分後になっちゃいます。よし、これに乗って松山城に行きます。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。